はい、えーうん、はい、はい、ああ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 、はい、ということで、えー、スケット外国人候補シリーズですね。すいません、えー、ジェイク・ケイブ選手ということで、えー、まあ、スケット外国人候補ということでね、えー、まあ、ちょくちょく、えー、名が上がっているところも見ましたんで、えー、今回紹介していきますけども、えー、92年、えー、12月4日生まれの30歳ということでね、まあ、ちょっとベテラン、 じゃないけど、まあ、もう中堅全盛期という感じですね。えー、左投げ、左打ちのガ外野手、182.9センチ、90.7キロということで、まあ、あのー、左打ちのね、えー、ガイアです。はい。で、えー、メジャーリーグでね、実績が非常に豊富でね、335打席、335試合に立ち出まして、1005打席に、で、2割3分5輪2割9分7輪4割1分1輪の OPS7 割8輪ということで、まあ、打率だけで見ると、 あれってなるんですけど、OPS で見ると、まあまあやってるなって感じですね。OPS7 割ありますんで、まあなんとかやってるかなっていう感じですね。えー、全体的にね、えー、長打もそれなりに打ってますし、メジャーリーグでもね、えー、まあまあ通用してはいたんですけど、ここ3年間、 まあ,ですね、あんまり通用してないですね、打率も低いですし、OPS も7割を切っているような状態が続いています。ということで、まあ、最近はね、不審が続いているということも含めね、えー、日本球界、もしかしたらあるんじゃないかという感じですね。で、えー、とそんなジェイク・ケイブ選手なんですけども、22年はね、インターナショナルリーグ2割並ぶ3厘、3割並ぶ5割9厘、OPS8 割並ぶ9厘と。 いうことで、まあ、やっぱりメジャーでの、ね、経験がかなり豊富ということもあって、マイナーリーグではもはややることがないですね。うん、どうしてもね、あ,のももうあとはメジャーで結果出すだけっていう感じなんですけど、まあ、まあ、OPS8 割7分9人、まあもうちょっと、ね、頑張ってほしい気持ちもありますけどもね、まあ、全体に、まあ、ちょっと調子悪かったのかなって感じですけどね、それまでの、えー、シーズンでいうと、マイナーリーグでは OPS9 割を超えてたりするんで、まあ、そ,それと比べるとね、 ちょっとあんまり良くなかったシーズンかなと思いますけど、まあとはいえね、マイナーではもう頭抜けた存在ですね。で、えっ、ー、と、まあ彼の特徴はね、まあそんなにフォアボール選べないっていうところですかね。で、結構三振しちゃうっていうところでね、メジャー通算 BBK0.2、インターナショナルリーグで0.36ということでね、えー、まあ、フォアボール少なくて三振多いという。 あんまりね、えー、よくない傾向です。で、アプローチの部分で見てもね、えー、ボールゾーンスイング率32.8%、ゾーンラインスイング率69.2%という感じですので、えーまあ、全体にね、アプローチも、まあ、あまりいいとは言えない。で、えー、こうやってね、コンタクトの部分でいうと、コンタクト能力がね、荒、えー、い部分がありますので、まあ、ここがね、三振の多さにつながっているっていう感じですね。 まあここがやっぱりね、彼、ここがまあ問題点という感じですね。分かりやすい彼の欠点というか、アプローチが若干問題がありますし、コンタクトにかなり難易がありますので、この2つが組み合わさると最悪のパターンになってしまいます。 でえー、と意外と聴導力があるっていう話をしましたけど、でも結構ゴロが多いタイプではあるんですよね。でもゴロが多いのにもかかわらず、あれだけ長打を打ってるっていうことで、まあ、やっぱりパワーはあるんですよね。えー、フライもしっかり、フライも、ね、かなり確率でホームランになってますし、えー、パワー自体は高い。でただね、まあ、やっぱりこうゴロも多いですし、あと、引っ張り方向の割合もちょっと少ないかなっていう。 逆方向に打てるっていうのはね、まあうん、あ、逆方向に打てるっていうのは、そのバッティングの引き出しとしては悪くないと思うんですけども、やっぱり彼に求められ,られるものは長打力なんですよね。やっぱりパワーが、あの打率もコンタクトの能力があまり高くないんで、打率も良くならない、出塁率も別に高くない。 うん、そうなると、やっぱり長打力を上げないと、彼の選手としての価値っていうのは低くなっちゃうんですよね。じゃあ、長打を打つためにはどうすべきか、まあ、打球を引っ張るしかないということなんですよね。でも、その中で彼はあまりね、こう引っ張り方向に打球が打てていない、うん。で、ハードヒットの割合もね、まあ、あのー、高いんですけども、まあ、それがゴロになってしまってるんでね、ちょっと良くないなと。 まラインドライブ率はね、結構高いんで、外野の間抜いていくようなバッティングが彼の基本線になってくるかなと思いますけども、まちょっともったいない部分も多いかなという感じです。まあね、打球もね、ちょっと角度がつかないんですけども、まあ、打球がね、速かったりするんで、えー、バレる率はね、結構高いです。打球、あの、最速、打球速度の最速で言うと、まあ、108マイルとか、 なんですけども平均打球速度が90マイルなんで、本当に打球速度、平均打球速度がね速い。で、まあ、角度はね14.4度なんで、まあそんなにねついてるタイプではないですけど、打球速度の速さを武器にバレる率を稼いだって感じですね。でまあやっぱりねその、うんまあ、僕が助っ人外国人候補シリーズでねやっぱりこう左バッターはね、まあんまりこう毎回悩むのがこれですよ左右の問題ですね。 そのメジャーリーグで日本に来る可能性のある左バッターって大概左が打てないんですよ。で、その左が打て,打てて打力があるタイプのバッターはメジャーリーグで活躍しちゃうし、もう日本に来ないんですよね。つまり日本に来るような物件っていうのは大概左ピッチャーが打てないとか、何か致命的な問題があるんですよ。で、まあ、やっぱり彼もいつもの通り左が打てないタイプですね。 え左相手になるとフォアボールが半分三振率も跳ね上がって BBK0.07 ということでかなり壊滅的ですねうんまあ右は打てるんですけど左が打てなさすぎるということでかなり極端な差を見せてますちょっと左ピッチャー問題はねかなりえ足を引っ張りそうですねで実際ねえ見ていきますけども空振り率で見ても変化球に対する対応力っていうのがえ結構散々な数字が並んでます チェンジアップに対してはね、まあ、まあまあなんとか対応できてたりするシーズンもありますけども、えー、他の変化球で見ていくとね、特にスライダー、えー、ちょっと気になりますね。22年はまあそれなりに対応してはいたんですけど、XWOBA で見てもいまいちですし、ストレートしばき倒すだけのバッターって感じなんで。 変化球がね、日本球界は特に変化球が多いで、多くなりますし、変化球に弱いってことがバレた瞬間に変化球攻めが軸になってくると思います。で、特に日本はね、その、左ピッチャー、技巧派が多いんで、特に変化球うまいですから、あの、ストレートがどれだけしばけたとしてもですね、やっぱりこう変化球が打てないっていうことがネックになってくると思います。なので、日本の左ピッチャーっていうのがかなり苦しいかなと。 いうことで日本に来ても左ピッチャーがなかなか打てずに苦しむのではないかなというのが僕の予想です。彼の守備ね、守備面でいうと、彼、平均以上の脚力がある、ああ長打力もあって、平均以上の脚力もあるっていう、彼がそこがねまあ強みではありまして、メジャーリーグで1055イニングセンター守ってますまあウズラ。うずらマイナス、DRS マイナスということでね、一応メジャーリーグの平均は下回ってはいるんですけど、一応センターを守れるだけのえセンスはあると。 でまあレフト、ライト、まあ外野の両翼が軸になってきますけども、まあ、この,ああのスタッドキャストアームストレングス見てると、まあ、ちょっと肩の弱さがね若干気になるんですけど、22年はレフトで89.1マイルパーワーなので、まあ一応、うんまあ、メジャーリーグのセンター、ライトの,よりの平均よりちょい下ぐらいの肩力はあるので、まあ、日本に来たらねライト守っても意外と肩強いなという評価にはなるかもしれません。 まあ基本的に外野の両翼なんですけども、レフトが軸になってくると思いますね。ライトも守ることはできると思いますが、どうなんでしょうね。うーん。ライトはね、なんか、最近はあんまり守ってるイニング数少ないのに対して、レフト、それからセンターはね、一応まとまったイニング、それなりには守ってはいるので、どちらかというとう、で、まあセンターの可能性っていうのは、まあ、 ないことはないですけどね。まあちょっと守備力的に厳しい部分もあるかなっていう。まあどうなんでしょうね。うん、まあ基本は両翼が軸になってくると思います。ということで、成績の予想なんですけども、まあこんな感じですね。ええー、2割8分8厘。えー、マイナーリーグ基準がね、2割8分8厘、3割5分2厘、4割4分8厘の OPS8 割、ホームラン16本。 えー、メジャーリーグ基準が2割4分5厘、3割1分、4割4厘の OPS7 割1分4厘ということでね、まあ、全体にかなり似通った成績にはなってます。えー、BBK で見るとね、えー、フォアボール率7.6%と6%、三振率25.8%と29%で BB 29と、BBK0.29 と0.21。とにかく変化球への対応力の低さっていうのがすごく足を引っ張ると思いますので、えー、三振はかなり目立ってしまいます。 その割にはね、長打力もちょっと、うん、こんなもんかっていう感じにはなってしまいますし、えー、出塁率、打率、打率はまあ2割8分8厘ぐらいは、えー、うまくいけば残すと思いますが、打率、出塁率、うん、まあやっぱり、打率が良くないと出塁率も良くならないっていう、彼の問題点も含め、ええー、なかなかね、ちょっと、うん、見栄えがあまり良くないっていうのが、彼の弱点ですかね。はい。 まあ非常にね、あのマイナー基準でもメジャー基準でも似通った、割と近い数字が出たかなぁと、個人的には思いますけども、まあ、左ピッチャーが打てないんでね、えー、あのー、右ピッチャーが中心の起用にはなってくる、なってきそうですよね。そうなってくると、外国人選手なのに、左ピッチャー相手にスタメンで使えないっていうのは、ちょっとコスパが悪いなっていう話になりかねないので。 なかなか評価が伸びなくて苦しむタイプだとは思います。なので、うーん、ちょっとね、個人的にはおすすめはあんまりおすすめではないですね。うん、まあ、バレる率が高かったりとか、ポジティブな要素もあるんですけどうん、ネガティブな要素が結構ありますよね。う 特に粗さ、変化球への対応力、この2つは、えー、非常に気になるポイントになってきますので、えー、あまりおすすめはしないですね。うん、はい。まあ、その辺がね、うんまあ、僕はあまり好きではないって感じですかね。<laughs> はい。まあうんもうちょっと、もうちょっと長打力があればね、ホームラン20本とか。 期待できる長打力があればいいんですけどね。やっぱり打球傾向、彼のバッティングのスタイル的にも長打力が伸びるタイプの、長打力がね、ガンガン発揮できるタイプのバッティングスタイルでもないっていうのも非常に気になるポイントですよね。うん、ちょっともったいない選手だと思います。はい。ということで、えー、今回はそんな感じでね、えー、ジェイク・ケイブ選手について見てきました。まあ、なかなか面白い選手だと思うんですけどね。うーん。 ちょっとうーんちょっとねちょっとねっていう難しい選手ですね。はいということでそんな感じで今回終わっていきます。また次回バイバイ。